こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、外撮影ということで久々にこちらにですねお伺いしております。僕が来ているのはアーバンリサーチドアーズさんのですねプレスルームですね。こちらの方で秋の新作をですね皆さんにしっかり目に解説をしていきたいなと思っています。最近ですねようやく気温が下がってきましたよね。長い長い夏が終わってですね、そろそろ皆さんも秋服着たいタイミングになってきたかなと思うんですね。ですので僕のね動画の中でも比較的よく名前が出てくるドアーズさんの新作の中で、今回はですね気になるものをこうずらりと並べていただきました。こちらのプレスルームの方では普段からこう商品がいろいろと並んでいるという形ではなくて、今回はですね特別に僕が気になるものを並べていただいたので、ちょっとこれらを見ながらですね皆さんに秋の着こなしも含めてお届けができればなというふうに思っています。本当いろいろとありますね。早速ですがちょっと見ていきたいなと思うんですけども、こちらの左側のゾーンですね、シャツですね。大人の着こなしには欠かせないようなシャツもですねいろいろと入ってきていまして、このあたりが気になったんですよね。僕の動画の中ではやっぱりこう馴染み深いバンドカラーシャツですね。襟元すっきりとしていて比較的こう重ね着もしやすいのがバンドカラーシャツの特徴になってくるかなと思います。ちょっとね暖かい時期であれば T シャツの上にさらりと着るだけでも様になるようなバンドカラーシャツで、季節進めばですねこの上にアウター着ていただければそういった重ね着もできるので、これは使い勝手いいですね。素材の雰囲気を見ていただくとですね、コットンなんですが少しこう起毛感があるんですね。フランネルの素材よりは少し薄めでですね、このあたりもなかなか雰囲気あっていいなと思いますね。でカラー展開がですね、4色今ありますが、その中でもこういったちょっとこうねグレーとブラウンが混ざったようなカラーですね、これが雰囲気あっていいなと思います。そしてこれはまたブルーとグリーンが混ざったようなこの曖昧な色使いというところが特徴になってくるかなと思うんですが、非常に使い勝手良さそうなシャツなので実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今 M を着させていただいています。サイズ感としては程よくゆとりがあって、肩のラインもやや落ちていてボックス型で少し身幅があります。バランスもすごくいいですね。左胸にポケットがついていて、これも一つのアクセントになってますね。生地感的にそんなに厚みがすごくあるという形ではないので、今時期に着てても全然暑いっていう感じがしません。ちょっと腕をまくりながらサクッとこう羽織っていただいてもいいですし、この上にアウター着てしまえば冬でも使えるのでこれいいですね。このブラウンの色味もすごくいいので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいですね。秋らしい季節感を出すんだったらブラウンで、ちょっとこう爽やかな感じですかね。ブルーとグリーンが混ざったようなカラーもなかなかいいので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。続いてがですね、僕も結構ですね、これは前から皆さんにもよくお伝えしていたんですが、ダウンですよね。ノーカラーのダウンということで、ちょっとこちらを見ていきたいなと思います。ナンガというですね、シェラフのブランドですね。寝袋、僕もキャンプやるので、ナンガと言ったらやっぱりもう寝袋で有名なブランドなわけなんですが、そちらにですね、アーバンリサーチドアーズさんが別注をかけたこちらのですね、インナーダウンのような雰囲気のですね、一着なんですが、これがね、すごくバランスよくて、好きなんですよね。もう結構何年かやってるモデルなんですが、襟元がスッキリとしていて、主役としてアウター的に着るのもいいし、インナーダウンのようにですね着ていただいてロング丈のコートの内側に入れてもらうっていうのもできるので、これねすごく使い勝手がいいんですよね。ナンガのこのロゴも入ってるんですが、本体とほぼ同色であまりこう見えづらくなっているところも、ちょっとこうほんのりブランド主張があるぐらいで抑えられてるので、なかなかバランスがいいんですよね。意外と最近の関東とか都心部だと暖かいので冬でもこれぐらいでも十分だったですので、内側ニット着て、そしてこのインナーダウン的なダウンを着ていただければ結構暖かくてしのげてしまうかなと思うので、これめちゃくちゃ便利なので実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。色がですまた変わっていまして、これでダークブラウンなんですかね、色味としては。ダークブラウンといってもですね、ちょっとオリーブっぽくも見えて、このあたりの曖昧なカラーがすごくいいなと思いますね。僕もこうインナーダウンみたいなものだとブラックですね、こういったものを持っていてですね、見つけやすいカラーだと思うんですが、ちょっとあえて違った色にしてみるのもいいかなと思うので、こういったダークブラウンなんかもいいですし、あとはこちらのですねシルバーグレーって言われるカラーですね、これもいいんですよね。ちょっとこれもグレーなんですけど、ややこれもオリーブっぽさもあったりだとか、やや微光沢もあって、なかなかいい色なので、こういった色なんかで試してみるのもいいんじゃないのかなと思いますね。でちょっとこう明るいカラーで言うと、こういったライトベージュっぽいカラーだと
か、あとこちらのマネキンに着せてあるこの色もいいですよね。まあ人気カラーだと思うんですけども、ベージュ系のカラーですね。ベージュとこうブラウンの間ぐらいのカラーで、なかなかこういった色もですね使いやすいかなと思うので、皆さんのお好みのもので選んでいただくといいかなと思います。で、僕が今内側に着てるのがニットですね。これ200日ニットと呼ばれるもので、まあこのシリーズも使い勝手がすごくいいんですよね。まあ今シーズンからスタートした、まあ、新しいニットのシリーズなんですが、ネーミングが分かりやすいですね。200日ニットということで、まあ1年の中で200日着用できるような、季節感でいうとすごくね長く使えるようなニットになってまして、今僕が着てるものがモックになってます。襟元に少し高さがあるようなニットになってまして、まあこちらだとですね、これから冬場にかけてすごく使い勝手がいいような首元になってますし、あとはこういったクルーだったらよりですね長い季節使っていただけるかなと思うので、まあ1枚持っておくと便利ですね。まあ目もですねすごく詰まっていて、厚みもですね中肉厚で、これぐらいが一番使いやすいんですよ。薄いと上品に見えるんだけども、冬になると寒くなってしまうし、厚すぎるとそれまた重ね着がしづらかったりするので、これぐらいがちょうど厚み的には使いやすいかなと思うので、これは優秀なニットなんじゃないかなと思いますね。まあカラー展開も豊富で、個人的にはそうですね、こういったグレー系ですか、これもちょっとなんか木感があっていい色だなと思いますし、まああとはちょっと重ね着の際にね、明るくこう華やかなホワイトです、オフホワイトっぽい感じのカラーも使い勝手抜群にいいと思いますね。あとは差し色になってくれるようなブルーとかグリーンですね、このあたりも綺麗なので、なかなかこう選ぶのが大変っていうところですね。選択肢が多いのは嬉しいんですが、結構悩んじゃうかなと思うぐらいいい色がたくさんあるので、まあその点だけ皆さんぜひですね、選ぶ楽しみというところもですね味わっていただくといいんじゃないのかなと思ってます。このニットがありまして、まあこういったところと一緒にインナーダウンとしてこういったものを上に羽織っていただければ着こなし完成するので、まあぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。ボトムスに行きたいなと思います。まあアーバンリサーチドアーズさんといったら、やっぱりこちらのモデルはやっぱ外せないかなと思いますね。まあこれをロゴを見れば結構本体となじませてあるんですが、グラミチですね。グラミチに別注をかけた、まあ、デニムになっているんですが、結構ですね細身のものが多い印象だったんですが、今回ワイドパンツがですねリリースということで、これまた今っぽくてすごくいい一本なんじゃないのかなと思います。まあ色落ちの雰囲気もなかなか仕上がりがいいですし、ワイド感がちゃんとあって、これは履くだけで今っぽくなるんじゃないのかなと思いますね。まあ、ちゃんとこうベルトがついてるのが個人的には嬉しくて、こうあえてベルトをしなくてもここ締めればウエストの調整もできるというところも嬉しいポイントですね。あと後ろもですねポケットの付け方だいぶ工夫があって、後ろからの姿もちょっとこう面白みもあるんじゃないのかなと思いますね。これなかなか良さそうなので、ちょっと実際に履いてみたいと思います。実際に履いてみましたがいかがでしょうか。かなり太さありますよね。僕もワイドデニムってそんなに履かないんですが、これぐらい大胆に太いのもちょっと新鮮な感じがしていいですね。ちょっとこう色落ちの感じもかなり大胆に出てるので、今っぽくてすごく雰囲気いいですね。まあ、せっかく着るのであれば、先ほどから着てる200日ニットのブラックと合わせて少しこう上半身は切れ目にまとめてもらうといいんじゃないのかなと思いますね。これもいいですね。まあ、このあたりのデニムは割と僕ら世代だとタイトめなものを持ってる方が多いかなと思うので、1本ちょっとこういった今っぽいものを持っていただくとですね、着こなしの幅が広がるかなと思うので、よかったらトライしていただきたいなと思っております。はい、続いてちょっとですねこちらのゾーン行ってみましょうかね。パーカーですね。このあたりはもう皆さん見ていただければ分かる通り、チャンピオンのスウェットパーカーですね。見ていただくと分かる通りですね、こう被りのタイプになっているんですが、ちょっとディティールがですね通常のチャンピオンのものとは違っていてですね、このスナップボタンで襟元を留めるような形になってるんですよね。ここ数年毎シーズンやられているモデルということで、なかなか雰囲気あっていいですよね。カラー展開もめちゃくちゃいっぱいありますね。これ何色あるんだってぐらいありますが、ここだけで 1,2,3,4,5 色、もう下もですかね、これも結構ありますね。まあチャンピオンのスウェットといえば定番なんですが、かなりカラバリが楽しめるかなと思うので、どれ着てみましょうかね。ちょっと気になったものを実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これサイズ M なんですけど、結構ゆとりがありますね。このあたりは通常のチャンピオンと比べてもちょっとゆとり感があって、このポケットの付け方もこうスナップボタンがあるのが個人的には可愛いなと思います。
思うポイントですね。あと襟元ですね、ここもスナップになっていて、ちょっと通常のスウェットではあまり見ないような珍しいポイントで、一つアクセントになってくれるかなと思います。カラー展開豊富なのでどれにしようかかなり迷いましたが、まあ定番的なね、こういったライトグレーとかもいいんですけども、僕はこのブラックなんですけど、ちょっと焦ったような墨黒感があるような色がすごくいいなと思って、これだと大人の男性にも使いやすいかなと思うので、ぜひトライしていただきたいですね。1枚でちゃんと主役になるし、それこそ先ほどのこのあたりのナンガのダウンと合わせていただければ、フード出すだけでもだいぶ雰囲気出るかなと思うので、そういったレイヤーも楽しめそうな感じがしますね。はい、ぜひこちらも試していただきたいなと思います。そしてこちらボトムスですね。またちょっと先ほどとは違った雰囲気ですね。エカルのですね、これボトムスになるんですが、ちょっとこうスポーティーな雰囲気ですよね。ちょっと全体がゴムになっていて、素材の雰囲気もややこうシワ感があって、こうこなれた感じでなかなかいいですよね。これが色がネイビーとグレーなんですけども、ちょっとこれもグリーン味がかった色ですごくいいですね。なんかね、こういったボトムスに対して先ほどのブラックなんかでこう引き締めてあげてもいいかなと思うので、色んな着こなしに使えそうですよね。僕も休日は子供と遊ぶことが多いので、こういった素材のパンツだとガンガン使えそうかなと思うので、1本持っておきたいですね。まあ、人気モデルということでね、裾もこれ絞れるので、またシルエット変えたりもできるので、かなり便利な1本になりそうですね。ぜひ皆さんもこういった人気モデルだと思うので、こちらのパンツもチェックしていただければなと思っています。続いてですね、まあこれも僕は楽しみにしていたモデルなんですが、出ましたね、バブアーですね。このモデルもすごく仕上がりがいいので、ご紹介ができればなと思います。秋といったらこのバブアーがすごく使い勝手がいい季節だと思うんですが、まあ、最近は内側もニットとか着れば意外と冬場でもいけちゃうかなっていう感じなんですよね。でこれはベースのデザインとしては、もうバブアーの中でも定番のビデールですね。これに対してちょっとこうワイド感のあるサイズに変更しちゃったりとか、まあ、一番のポイントとしては襟元ですね。スタンドカラーにすることでだいぶまた見え方が変わってくるかなと思います。で色はですね、定番のブラックもいいんですが、これはまあ想像がつくかなと思うんですが、ちょっとこのセージですか、この色がですね、まあ、ちょっとこう別注のカラーということで、いつものバブアーにありそうな色なんですけども、またちょっと深みがあって綺麗な色なので、こちらの方を着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。まあ、ベースはですね、オーバーサイズビデールということで、ビデールの中でも最初からゆとりがあるものをですねベースに作られているので、少しゆとりがありますね。今着てるのが S サイズ表記になってるんですが、これぐらいでもですね今っぽいサイズ感になっていて、個人的にはすごくバランスいいなと思いますね。で色もですね、セージということで結構深めの色味なので、やぼったく見えることがないんですね。このバランスがすごくいいなと思います。でやっぱりビデールといえばですね、このコーデュロイのですね素材がこういった袖についてたりだとか、首元ですね、ここにもついていて内側なんですよね。これがまた良くてですね、まあ、前を開けてちょっと垂らした時に見えてくれるのもすごくバランスがいいなと思いますし、もちろんこう止めてあげてもバランスがいいので、ちょっとこうボタンを閉めてみますね。首元をこう閉めてあげて、スタンドカラーをこう見せてあげるのもバランスいいですよね。この感じもすごく個人的には好きですね。上の方だけ閉めて、下はちょっとこう開けながら着てもらうのもなかなかバランスがいいなと思いますね。ブラックだとかネイビーもいいんですが、このセージカラーが結構他にはないカラーで深みもあっていいなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。で、内側に着てるのがですね、ちょっとせっかくなんでお見せしてみたいなと思うんですが、先ほどの200日ニットのニットポロバージョンですね。これも使い勝手良さそうですね。まあ、ちょっとこちらのブラウンを持ってきたいなと思うんですが、先ほどのニットを使ってですね、中肉厚のポロシャツを作っていて、で今着てるのがこれ、まあ、ネイビーなんですけども、チャコールグレーと混ぜたような色合いなので、これ大人っぽくてすごく使いやすいなという印象ですね。あとは季節感出してなったらダークブラウンなんかもすごくいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、襟元が丸首とかモックネックで、まあ、いわゆるこうセーターという感じもいいんですが、ポロタイプを加えるだけでだいぶ着こなしとバリエーションを広げられるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っております。ということで、いろいろと見てきましたね。まあ、トップスだけでも様々なバリエーションあって、まあ、ニット、丸首のニットから、モックネック、そして、ポロシャツタイプがあって、もうちょっとカジュアルに楽しみたいなと思ったら、こちらのパーカーですよね。チャンピオンのパーカー。この色がすごく素晴らしかったなと思います。あとはですね、アウターに関しては、まあ、このバブアーがあり、そして、ナンガですよね。このナンガも素晴らしい仕上がりだったので、結構丈が長いものとカジュアルなもので楽しめると思います。あとは、
さらにはトップスで言うとシャツですよね。このあたりもあれば綺麗な着こなしもできたりするので、まあ、今回ご紹介したものの中だけでも様々なスタイリングが組めるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、お店ですとかオンラインでこちらの方チェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではアーバンリサーチドアーズさんのプレスルームにお邪魔しまして、秋の新作をですねいろいろと試着をしながら皆さんにご紹介をさせていただきました。まあかなりいろんなアイテムがありましたよね。どれもですね結構毎シーズンやってるようなですね定番的な位置づけのものもありますし、まあ、ビデールにしてもですねアーバンリサーチドアーズさんらしい一つのひねりが加わっていて非常に楽しい商品構成になってるかなと思います。僕たち大人世代には使いやすいものが非常に多いかなと思うので、ぜひ日頃の着こなしの中にですね取り入れながらトレンド感も楽しんでいただければなと思っています。まあね、皆さんからまたリクエストがたくさんあると思うので、また今後もですねエドワーズさんのプレスルームには季節ごとにお邪魔したいなと思っていますので、ぜひ今後の動画も楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。